どうもこんにちは。こちら私の仕事場なんですが、前ね動画の方で PC オーディオシステム紹介とかの動画で紹介した場所です。でさらに機材とかいろいろ持ってきて本格的に音を出せるように、まあ作ってる最中なんですが、冬にノイズ多かったんですよ。まあ結構大きな音でバンとかね、バンとかジーとか、まあ、いろんなノイズが出ると。それでそのノイズ源が何なのかって調べたらストーブだったんですよね。ヒーター、このヒーター、これの点火の時に大きなノイズが出てるようなんですよ。で私いろいろ考えまして、こういうものを導入したんですよね。アイソレーショントランスみたいな。でこれ導入したんですが、ちょっとマシになったんだけども、相変わらずバンっていう音するんですよ、転換の時に。で結構びっくりするぐらい大きい音出るんですけど、それで今度ねこういうの用意したんですよ。グリーンウェーブノイズフィルターで、これをここの後ろの空いてるコンセントに挿してみたんだけどダメで、で元のねこれアイソレーショントランスの、まあ、電源なんですけど、ここにつけてみてもダメ。あとはまあプリアンプの代わりというか、このミキサーの電源取ってるところにつけてもダメで、改善しなかったんですよ。でふとねストーブの電源取るところ、まあそこコンセントなんですが、ここにねよいしょ取り付けて、これ刺してね電源取ったら見事に消えたんですよね、ノイズが、という話です。で私これ試してみたの2022年冬だったんですけど、1個35ドルで送料がね70ドルだったんですよ。だからちょっと送料負けしないように3つ買ってね試してみたんですよ。でこれ Amazon で買うと1個1万7000円ぐらいするはずなんですよね。だからこのホームページから直接注文すればいいと思います。今37ドルになってますね、同じものが。ちょっと送料の方は分からないんだけど、多分こっちから買う方が絶対安いと思います。皆さん音響機器とかシステムの方にこれ使って、まあノイズがこう軽減されるっていうふうに、まあ、説明されてる方多いと思うんですけど、私の場合はねそういうノイズを発する機器に接続した方が効果がありました。あとそのストーブのとこのコンセントにも使ってますし、あと冷蔵庫とかね、電子ケトルとかそういったもののコンセントに使用しております。もしそういうノイズで悩んでる方いたら、まあ、試してみてもいいんじゃないかなと思って、これ結構前だったんでねすっかり忘れてたんですよ、紹介するの。ちょっと遅くなっちゃいましたけど改めて紹介させていただきました。